では記者会見を始めます。少し遅れたことを心からお詫びを申し上げます。蓮舫さんが都知事選挙に立候補するという決意表明の記者会見を先日されました。これは小池都政ではダメなので、本当に小池都政を変えるべく本当に頑張っていきたいというふうに思っています。それで今参議院の法務委員会で技能実習制度を就労育成育成就労支援法に法案で切り替えてやるという議論なんですが、根本的なところを変えずに看板の付け替えだけでこれはダメだと思っています。でもとりわけ重大問題なのは永住権の取り消しの制度が入っていることです。で今でも永住権はまさに他の在留資格と一緒で長期1年以上の、懲役1年以上の懲役または禁錮になればそれは取り消しの対象になります。でそれに付加して例えば入管法上の義務違反、在留カードの不携帯やそれからもう一つ拘束効果を故意に払わなかった場合などにその永住権の取り消しができるっていうものが今回の法案の中に突然入りました。これは問題だと思います。というのはまず有識者会議で全く議論しておらず報告書にもそれはありません。で大臣は2月22日や自民党の外国人労働者特別委員会でその永住権を持つ、いわゆるかつての技能実習生が増えた時のことを考え適正に処理するということを受けてこの法案を作りますって言うんですが、そんな永住者がこれからすぐに急激に増える状況ではありません。でまさに、ロードマップによれば2026年以降ちゃんと議論する、6年以降で5年単位で議論するとなっているのに、なぜこんなに前倒しなんでしょうか。今日参議院の法務委員会で、移住連の鳥一平さんとそれから、総さん横浜中華街の、顧問をされてらっしゃる総さんが発言をされました。で彼がこの永住権の取り消しを知ったのは5月12日って聞いております。つまり永住権の取り消し、今永住者90万人日本におります。その90万人の人たちに対するヒアリングをやっていません。団体に意見を聞いていません。でファクトが全く出てきません。法務省は7つの自治体に聞き取りに行ったって言っていますが、その中身の詳細が一切出てきていません。報告書で記載がありません。にもかかわらずこれを突如入れて、しかも永住権の剥奪という極めて重いものを入れているのは極めて問題です。で永住権の取り消しですが、去年在留資格に関する取り消し、だいたい年間1000件くらいなんですが、永住権の取り消しは0件です。つまり0件なんですね。だから何かこう、その普通 の, その在留資格の取り消し自由に付加して何か特別にやらなければならない事情など存在をしません。それから在留カードの不携帯について一言申し上げます。これは10年分データ出してもらったんですが、去年この違反の摘発は6件です。でも2014年は1500件以上なんです。つまりキャンペーンやれば増えるし、そうでなければそうではないと。大昔にですね、銭湯に行った人たち、銭湯から出てくる人たちを片っ端から調べて摘発したということがあったと聞いています。そんなの銭湯に行くのに大事な在留カードを持っていきませんから、そこで摘発をすればですね、すごく跳ね上がるわけです。何百倍と違うんですね。つまりで在留カードの常時携帯義務はうっかりっていうこともあります。私が例えばコンビニに行く、ポストに手紙を出しに行く、ちょっと散歩をするっていうのに、私はゴミを出しに行く、ちょっと遠くにゴミを出しに行く、でも粗大ゴミを出しに行くでもいいです。自分は在留カードを持ってないことを知りながら行ったら、それはもう在留カード不携帯になりますから、それはそのことで、
永住権の取り消しになるのは問題だと思います。いや運用面で工夫するとか悪質なケースを取り締まるというけれど、それは従来の1年以上 の, 金懲役または禁錮になれば取り消しができるわけですし、それから条文上は悪質とか悪質で控訴効果を払わないことが悪意があるとか悪質とか、そういうのは全く要件に入っていませんから、いくらでも恣意的に使われると思っています。この永住権の剥奪法案の部分に関してはこれは削除すべきだというふうに考えています。条文上の問題ですし、90万人のそれからこれから永住権を取得する人たちも、で永住権って10年原則として10年以上日本にいて高所高下を収め、そして貧困がよくていろんな要件があるんですね。それを取った最も安定的と言われる人たちのする全部根こそぎ奪ってしまうので極めて問題です。今日来られた宋さんも84歳で、永住権も何十年と思ってらっしゃるんですね。だからそういう人たちも全部かかってくるっていう、これは本当に、共生社会を目指すといってこの法案を出している、法務省としてはこれを削除すべきであるということを強く申し上げます。それから政治資金規正法について今国会中になんちゃって政治改革政治資金規正法改正法案、公明党が自民党の案に乗るということを決めました。でほとんど、つまり企業団体献金を禁止することはしない、それから資金パーティーを禁止することもしない、連座制も野党のよりはずっと緩やかというか実効性があるのかと言われている。そして、文書交通費や政策活動費に対する情報開示も極めて不十分という中で、とりわけですね、企業団体献金を禁止しない、それから政治資金パーティーを禁止しない、それは本当に問題だと思います。大企業のための政治をやっている自民党政治を変えることはできません。それからもう一つ、稲田朋美さんはじめ裏金をもらっていたものを、今度は政党に寄付をして還付を受けるということが問題になっています。これは裏金をもらうという、これが脱税の可能性があり、今度はそれを原資として寄付をして還付金もらうっていうのは二重の意味で、税金に対する冒涜ではないかというふうに思っています。今何人か名前が挙がっていますが、その人たちはきちっと説明責任を尽くすべきですし、議員辞職にも当たりうる事案だというふうに考えています。で昨日中国の中連部から劉建長中連部長が来日をされ、茂木さんや与党の幹部、各政党と会いました。で社民党も会いました。で去年11月の、岸田首相習近平主席との、戦略的互恵関係を進め交流を深めるということで、日本の中でもさまざまなレベルのさまざまなところで与党も野党も各政党も政府もという形で、上川陽子大臣も面談をされました、会談をされました。いろんなあらゆるところで、この、平和友好あるいは交流がなされて、そして、戦争や緊張の激化ということが緩和できるようになるべきだと考えています。社民党の立場は明快です。中国の日本の国民と中国の国民は絶対に戦争してはならない。そのために交流はさまざまなレベルで本当に行うべきですし、社民党もその立場で頑張っていきたいと思っております。2月に訪中をしましたが、そういった成果も本当に出てきているというふうに考えています。で原発の60年延長認可、これは看過することができません。老朽原発を動かして事故が本当に起きやすくなりますから、これも問題だと思います。で同性カップルに住民票が出される、これは事実婚異性愛の場合はずっと従来妻かっこ見届けということで
あの結婚届を出していなくても妻未届けというようなことがあの表記住民票上できます。でこれをあの同性カップルにもあの適用している自治体が出てきて、それは本当に良かったと思っています。住民票は実態に即して適用するものですので、まあ、男性で夫かっこ見届けってなれば、その2人がカップルであることをさまざまな行政の政策などで考慮してもらう、あるいは生かすことができると思っています。でパートナーシップ条例も有効ですが、住民票で夫かっこ見届け妻かっこ見届けっていうので、2人がカップルである、同性でカップルであるということを、これで明らかにできるので、これが全国的に広がることを心から期待します。ただ住民票でここまでやるんだったら同性婚を認めるべきだというふうに思っています。同性婚を認めないことは憲法14条に明確に反しています。札幌高裁が言ったようにこれが変わるようにと思います。そして昨日優生保護法の問題に関して15人の大法廷で最高裁で弁論が行われました。除籍期間に関する判断などどうなるかということで、これは裁判の結果を、議員連盟としても社民党としてもしっかり見守っていきたいと考えています。以上です。質問のある方何かありますか。はい、NHK の森です。NHK の森です。政治資金の改善の件でちょっとお伺いしたいんですが、はい、冒頭ちょっと触れていただきましたが、この公明党のこう二転三転しているこう姿勢についてこう、まあ、同じ与党ではあるんですけど、あの政治資金をこう批判しときながらどういうふうになっているというか、こういう姿勢についてはどう感じますか。いやもう本当にがっかりです。自民党案と公明党の間には差があったので、法案によっては別に提出をしているほどで、そして自民党以外の政党は政治と金の問題を起こした自民党に対してもっとちゃんとやれと、とことんやれって迫る立場じゃないですか。それがあっという間に自民党と同じ案になるっていうのは全く理解ができません。公明党どうしちゃったのというのが正直なところです。他にありますか。よろしいですか。はい、それでは終わります。ありがとうございます。